先生、科学の分離と生成が頭に入りません。今回は科学、分離と生成です。では、ゆうきもりと先生、お願いします。はい、かしこまりました、やり方先生。今回は、科学、分離と生成です。分離の分から分かれることをイメージして、分かれた後の仲直りをイメージしてください。皆さん、仲直りの名人といえば誰を連想しますか？やあ、そうです、ダチョウ倶楽部です。仲直りするときはこんにゃろ、なんだてね、やんのかこら、やったろうじゃねえか。仲直りのときはりゅうちゃんとチューしよう。はい、りゅうちゃんとチューしよう。いただきました。さ、ら、に。聞いてないよ。ダチョウさんは3人トリオですよね。6人だよ。え、6人ですか？9人だよ。え、3人か6人か9人のどれかです。え、369ですか？はい、369もいただきました。それではこれからリンクしていきましょう。リンクワード数は、りゅうちゃんで2、チューしようで2、3、6、9で、それぞれ1で、3です。りゅうから同じ読み方のりゅうをリンクして、上りゅうと分りゅうです。チューしようの、チューから抽出、チューしようの、使用から消化をリンクさせます。3、6、9の3から、再結晶。3、6、9の6から、ろ過。3、6、9の9から、クロマトグラフィーをリンクさせます。この7つは分離と生成での重要な方法なので、必ず頭から出せるようにしておきましょう。次に、これらの中身の説明です。次にこの7個を、左にある、蒸留、分留、再結晶、消化と、右にある、ろ過、クロマトグラフィー、抽出に分けます。なぜこの2グループに分けるかというと、左の4つは右のチャートを使って説明すると分かりやすいからです。加熱からの冷却、この4つは後で説明することにして、まずはこちら6、10の順番に説明していきます。ろ過。ろ過は小学校でも習ったと思います。ろ過とは、液体と液体に溶けない固体をろ紙などを使って分離する操作です。実験操作で使う主な器具が4つあります。1つ目がろ過したい物質が入っている容器です。2つ目がガラス棒。3つ目がろうとです。そして4つ目がろ過した液を入れるビーカーです。ろ過を行う上での注意点も4つありますが、まずは4つの器具をイメージしましょう。その一つ一つに注意点があるので、器具をイメージして、そこにリンクするようにしましょう。注意点1は、ろ液は、上澄み液から入れます。注意点2は、ガラス棒に伝わらせます。注意点3は、ろ紙の8分目までしか入れません。注意点4は、ろうとの先を、ビーカーの内壁につけます。入試問題でのろ過の例は、沈殿物と液体の分離がほとんどです。以上、これらが、ろ過での必要な知識になります。クロマトグラフィー。次にクロマトグラフィーです。クロマトグラフィーは、吸着剤への吸着のしやすさによって、色素物質を分離する操作を言います。吸着力が弱いと、色素物質の移動が速くなります。何言ってるかわからない人は、バラエティ番組とかで人間が粘着剤の上を移動するシーンを見たことはないでしょうか。粘着力が高いと移動は遅くなりますよね。さらに何言ってるかわからない人は、吸着剤、吸着、インクなどのワードが出てきたら、もう、クロマトグラフィーで OK です。以上、クロマトグラフィーでした。抽出。次に抽出です。抽出は液体に対する溶けやすさの違いを利用して物質を分離する操作です。身近にある抽出では、コーヒー、紅茶、
昆布などの出汁などが挙げられます。化学の中に出てくる抽出の代表例は有機化合物の分離です。例えばフェノール、これは有機化合物なので水には溶けずに有機溶媒であるエーテルに溶けます。このフェノールが水酸化ナトリウム NaOH と反応してできるナトリウムフェノキシドは塩になるので、エーテルには溶けず水に溶けるようになります。で、コックを開いて水槽部分を取り除けば有機化合物は分離できます。今の有機化合物の分離における有機化合物、有機溶媒、分液漏と塩などのワードや、先ほど出てきたコーヒー、紅茶、出汁などのワード、さらに葉緑素の脱色、エタノール、葉緑素、クロロフィルなどの用語が出てきたら抽出が答えとなります。次にこちらの4つ、蒸留、分流、再結晶、消化の説明に入ります。まず蒸留からスタートします。蒸留、まず1に液体を入れます。すると加熱するので液体が気体になります。さらに気体を冷却すると気体は液体に戻ります。蒸留は混合物中の液体を一度蒸発させ、後で再び凝縮させ液体に戻す操作のことを言います。こちらの枝付きフラスコ内の液体を加熱します。すると沸点に達した液体が気体になります。その気体がリービッヒ冷却機内を通るときに冷却されて液体に戻り、こちらのアダプターを通ってフラスコ内へと分離されます。蒸留の操作では注意事項が6個あります。枝付きフラスコ内での注意点は3つ、リービッヒ冷却機内で1つ、フラスコ内で2つです。蒸留操作での枝付きフラスコ内の3つの注意点のうちの1つ目は沸騰石を入れるです。2つ目は枝付きフラスコ内に入れる液体の量は半分以下に。3つ目は温度計は枝元にです。リービッヒ冷却機内での注意点、4つ目は水は下から入れるです。フラスコ内での注意点、2つのうちの初め、5つ目は口を密栓しないです。最後、6つ目は初めと終わりの液は捨てる。以上、蒸留操作の注意点6つでした。次は分流です。分流は2種類以上の液体を沸点の違いによって分離する方法です。正式名称を分別蒸留と言います。一つ一つ見ると蒸留です。つまり蒸留を連続的に行うのが分流です。入試ではほぼ原油からの分流しか出ませんから、分流といえばこれと考えていいでしょう。次は再結晶です。再結晶とは結晶性固体を水などの溶媒に溶かし、それを冷却させ再び結晶化させる操作のことを言います。チャートと図で説明すると、1に不純物を含む粗い固体の結晶を水などの溶媒に入れ温度を上げます。すると2でそれらは溶けます。その溶液を今度は冷却すると、3で純度がより高い結晶が再び現れます。これが再結晶です。再結晶で最も問題に出てくる物質は KNO3 の硝酸カリウムです。覚え方としては、 K をそのまま K と読ませ、 NO3 は硝酸イオンなので K 硝、結晶、再結晶とリンクさせて覚えておきましょう。再結晶は温度による溶解度差が大きな物質で用いますが、逆に差が小さい物質は NaCl 塩化ナトリウムがよく出てきます。硝酸カリウム、塩化ナトリウムというワードが出てきたら再結晶と反応してもほぼ大丈夫です。最後は消化です。消化法、消化法とは消化性物質を加熱して気体にし、その気体を冷却して分離生成する操作のことを言います。1、固体の消化性物質を加熱すると、2、気体になり冷却すると、3、再び固体になります。消化法の操作の説明をしていきます。
まずこちらのビーカーに消化性物質であるヨウ素と砂の混合物が入っています。これらをこのように加熱します。すると消化性物質であるヨウ素が固体から気体になります。気体となったヨウ素がフラスコ内の水に冷やされて、その気体がこのようにフラスコの底に再び固体となって砂とヨウ素が分離されます。これが消化法による分離です。はい、私の物質の分離と生成の講義はこれで終わりです。皆さん、ぜひとも何も見ない状態でのアウトプットに挑戦してみてください。では失礼します。はい、ゆうき先生ありがとうございました。本日はご視聴ありがとうございました。チャンネル登録していただけたら幸いです。また高評価の方もよろしくお願いいたします。あと、これが覚えられない、ここが理解できないなど、リクエストがあればコメント欄に書き込んじゃってください。それでは次回またお会いしましょう。またよろしくお願いします。こちらこそお願いします。